すべい中間で何が起きるかわからないのに政府は見守ろうとしか言わない。こんな状況では事業計画は意味がない。様々なシナリオを前に戦々恐々としている。 韓国の半導体メーカー幹部は、米国と手を結ぼうとしても、巨額の売り上げがある中国市場があり、中国に就こうとしても、米国による圧力には持ちこたえられないとした上で、身動きが取れない心配両難に加え、助けてくれる人もいない孤立無援という二重苦の状態だと漏らした。米中貿易戦争と、米国の花ため、ファーウェイに対する制裁によって、引き起こされたテクノロジー新冷戦で、中国への依存度が高い韓国の IT 企業の事業は、不確実性 高まっているサムスン電子と SK ハイニックスはそれぞれ売り上げの 18%39% を中国市場で上げているうち最大顧客は花ためだ韓国通信業者の現最高経営責任者 CO は米中が激突し世界市場が揺らぐ中企業にあらゆる判断と責任を押し付けるというのは政府の職務怠慢だこうした状況が長期化すれば企業の投資など重要な経営課題でチャンスを逃し自ら沈没しかねないと警告し サムスンハイニックスが事業計画練り直し。 不確実性の高まりで大きな打撃を受けるのは半導体だ。サムスン電子と SK ハイニックスは米国の花ため制裁が先月から本格化すると昨年作成した今年の事業計画を事実諸白して撤回した。そして市場変化にリアルタイムに対応する体制へと転換した。両者は昨年花ためからそれぞれ8兆ウォン約7300億円5兆ウォンの売り上げがあったと推定される。売り上げ高全体に占める割合はサムスン電子で3%。 SK ハイニックスで12%に達するサムスン電子と SK ハイニックスは当初メモリー半導体の市況が今年上半期に底入れし下半期からは上昇カーブを描くと予想していたしかし台湾の市場調査会社 D-LAM エクスチェンジは6日緊急リポートを出し花たのスマートフォンサーバーの販売量減少で半導体価格の下落が予想よりも大幅なものになり長期化するとし D-LAM 価格は7月から9月に 15%10 月から 12月に10%の一段安になると予想した半導体市場の見通しが徐々に悲観的に変化していると言えるサムスン電子のリザイ,イ・型イジェヨン副会長が今月1日金木南・キムギナム副会長・ハタキョウ・エイ・チン・ギョヨ,ヨン社長など半導体事業を統括する役員を集めて緊急会議を開いたのもそのためだ会議でも花ための制裁に伴う不確実性の高まりとそれに対する対応策が主に話し合われた模様だ中国国内で高まる半 韓米環状も韓国 IT 企業を脅かしている中国国内でアップルの iPhone の販売が減少すれば生産したカメラモジュールの大部分をアップルに納入する LGE ノテックや iPhone 用の有機発光ダイオードオールドパネルを供給するサムスンディスプレイの業績は悪化する派なために通信設備用アンテナなどの部品設備を輸出している中小ベンチャー企業がかなりあるからだ韓国の中小企業にも打撃が避けられない中小企業中央会の 関係者は今回の事態が長期化し派なために納品しているメーカーだけでなく他の中小企業の対中輸出も打撃を受けるのではないかと懸念していると語った不確実性の時代 専門家は、米中のテクノロジー戦争による不確実性が少なくとも来年まで続くと見ている。現代社商圏のの、ぐんちゃんリサーチセンター長は、今後1年は韓国経済にマイナスの影響が続くのではないか。派のためへの販売が多い。SK ハイニックスは受注減少。サムスン電子は SK ハイニックスとマイクロンの在庫増加による価格下落で苦境に直面しかねないと分析した。サムスン電子と SK ハイニックスは、韓国の上場企業全体による営業利益 国の半分以上を占める西高大国際大学院の元誠保佑教授は米中貿易戦争とテクノロジー戦争が早期に終結する方法は中国の屈服しかないのだが中国が譲歩しなければ米国はさらに攻勢をかけ中国を圧迫するとみられ中国への依存度が高い韓国企業の苦痛はさらに増しかねないと指摘した